皆さん、こんばんは。旅人インタビューの時間になりました。いつもありがとうございます。町歩きガイドのけいこです。今日は、ボストンからなんとゲストをお迎えしてインタビューを進めていきたいと思います。ボストンの、ちょっと待ってくださいね。ボストンからなんとゲストをお迎えしてインタビューを進めていきたいと思います。どっかで被ってますよね、私。被ってますね。どこかで被ってるんですけど、どこで被ってるんだ。どっかで羽織ってますね。めちゃくちゃ羽織ってるんですよね。どうしてでしょうね。どこで羽織ってるんでしょうね。消えましたね。よかった。別のブラウザーでライブを開いていましたので、大変失礼しました。最初からやらかしてしまいました。ということで、今日はボストンから改めまして上田源さんにゲスト来ていただいてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、では、はい、早速ちょっとご紹介から始めていきたいと思いますけども、今日はボストン×金沢ということで、はい、いつも通りちょっと旅がつなぐものっていうところからお話を聞いていきたいなと思います。で、なんでボストン×金沢なのかというと、上田源さん、今、石川県ですね。石川県金沢市にお住まいでいらっしゃいますけれども、はい、今ね、現在、ボストンにいらっしゃるということで、経歴も、いろいろね、お伺いしていきたいなと思うんですけれども、ボストンで、大学に通われたり、それから、ボストンのホームステイや留学の、専門の会社でお仕事されたりとかされて、2018年からね、また地元の金沢に戻られたっていうことで、はい、金沢でね、今お住まいなんですけど、今日はボストンにいるということで、金沢×ボストンになっています。はい。はい、ちょっと下の方にも、インスタグラムも書いてますけど、また後ほどご紹介していきたいなと思います。はい。そして、今日ですね、私はちょっと司会に、なるべく司会に徹しようかなと思うんですけれども、いつもはドイツから街歩きの配信をしながら、旅の素敵なところを皆さんと共有していくっていうのをテーマに発信をさせていただいてます。けいこです。今日もよろしくお願いします。はい。ということで、早速、げんさんに自己紹介してもらおうかなと思うんですけど、いかがでしょう。あ、間違えた。こうですね。レイアウトが。はい。はい。お願いします。はい。こんばんは。まあ、今、ボストン、現地時間は朝8時なので、おはようございます。はい、今紹介をしていただいた源です。上田源と申します。はい、金沢で、まあ、地元が実家が金沢なので、そうですね、2018年以降金沢に拠点を移して、イングリッシュコアーズという、まあ、ホームステイの斡旋ですね、ボストンのみなんですけども、ホームステイ斡旋の、仕事と、それから英語、まあ、やっぱりそうですね、アメリカでしばらく生活していた経験だったりとか、まあ、それ以外にも自分で結構カリカリ勉強してて、でその経験を生かして、英語のレッスンを開催したりしています。で今どうしてボストンにいるかなんですけども、やっぱり3月、そうですね、ホームステイのプログラムがやっぱり3月だったりとか、夏の期間、夏休み中っていうのは、高校だったりとか大学だったりとか、日本の高校大学っていうのが春休み、夏休み期間になるので、そういう時にやっぱりどっと海外にね来るんですよね。なので、その時にボストンに来る、学校だったりとか、ね、個人個人でその学生生徒さんだったりとかという人たちの、まあ、対応だったりとかね、お世話をするために、毎年3月、それから夏の間で、時々12月とかもボストンに来て、仕事をしてます。はい、なので1年間で3ヶ月ぐらい合計でボストンにいます。なんか12月のボストンってすごい寒そうなんですけど。寒いです。寒いです。ボストンはそうですね、まあ、アメリカの中でも結構寒くて、雪が多い、まあ、そういうイメージがある街で、気温はやっぱり1月、2月がすごく寒くて、今、ね、3月中頃でだんだん暖かくはなってきてるんですけど、それでも朝、マイナス2度ぐらいまで冷えたりしますね。うん、で寒い時はやっぱりマイナス10度、今もう軽く行きます。はい。
今日今の気候はどんな感じですか？今日の朝は5度ぐらいあるので、なあの割と暖かめですね。で今、うん、あの、はい、ちょうど仕事をしているオフィスの中にいるんですけど、あの本当に寒い時は結構ジャケットもう1枚羽織らないといけないぐらいなんですけど、今日はセーター1枚で大丈夫。あ、そうなんですね、うんうん。まあ、セーターといえば、はい、今日とても素敵な緑のセーターをお召しなんですけど、はい、そうなんです。まあこれは素敵ですね、あのなんですけど、はい、あの深緑の色のセーターを着てて、まあ、緑色のセーターなんですけど、そうなんです。これな、どうして緑の服をわざと緑を着てるかっていうと、今日ボストン今あの15日、日本と一緒ですよね、15日金曜日なんですけど、あさってかな、17日日曜日があのセントパトリックスデーといって、そうなんです、あのアイリランドアイリッシュ の, あの、まあ、そういうお祭りがあるんですね。であのボストンもアイルランドの移民がすごく多くて、アメリカの中でもあのアイルランド系の人が多く住んでる街なんですよね。でそれで、はい、まあ、はい、ちょうどいいタイミングなので緑色のセーターを着てます。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ、ゲンさんもパレードに参加されるんですか？見に行きたいんですけど、あの今週、そうですね、日曜日はちょうどあのまあ、使用でというか友達に会いに行くために他の州にちょっと行く用事があるんですか？そうなんです、パレードはちょっと見逃しちゃうんですけど、はい、はい、そうですか、はい、はい、ではまあちょっとね、ボストンでは何をしてるんですかっていう話も聞いてきたんですけれども、じゃ あの結構子どもたちっていうか学生さんとか子どもたちと関わりながらボストンでの日本の子たちの、生活サポートをメインにされているっていう感じですか？はい、そうなんです、はい、うん、まあ、ホームステイのあっせんと、あとあのお世話、まあ、の会社なので、はい、はい、そうですね、忙しい時期に、うん、まあ、あのちょうど今、今週ですね、今週はだいたい80人ぐらいの、あの80人そうなんです、生徒さんがグループでやっぱ来るので、1グループにつき、そうですね、40名ぐらいですかね、40から50名ぐらいの、うん、グループがこう来て、で、それぞれホームステイをするっていう。はい、そうですか。じゃあその80人の子たちの名前を覚えたりとかってどうするんですか？名前、まあリストがあるので、その例えばそうですね、全員はちょっと覚えられないんですけど、うんうん、やっぱりあのホームステイのね、あのホストマザーホストファザーだったりとかと、あの、まあ、日頃から連絡を取り合ってるので、うん、そこでこう関連付けたりとか、あ、ここの家庭は、うんうん、あのこの子とこの子とっていう、あの2人1組なので、そのペアでも覚えてしまうっていう、はい、うん、そうですね、はい、そうなんです、そうですね、あ、今ちょうどコメントいただいて、うん、ケネディ一族もアイルランド系ですね、ですね、うん、アイルランド系です、はい、はい、ね、本当多いんですね。で、まあ、ちょっとね、見てくださってる方も、ゲンさんはじゃあなんで金沢出身なのにボストンなのかっていうと、気になる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、ボストンとの出会いについて教えていただけますか？はい。ボストンとの出会い、一番最初に遡ると、実は、2006年ですね。2006年に、1ヶ月の、まあ、僕自身が通っていた高校の、まあ、その短期プログラムのようなものがあって、そこでバーモント州 のセントマイケルズ大学という大学がありまして、そこに1ヶ月、まあ、半分英語学習、半分、まあ、楽しくお遊びみたいな感じ の、ね、いろんなとこにボーリングに行ったりとか、そういう楽しいプログラムがあったんですけど、そのプログラムで週末2泊3日のボストン旅行というのがあって、そこでボストンっていう街に来たのが、まあ、初めてでですね、それが、まあ、でその結構その時にすごく町自体が、まあ、綺麗で、美術館だったりそういう文化施設も多くて、で大学生も多くてという印象があって、それで工業高等専門学校って日本に、ね、はい、何校もあるんですけどに通っていたので、卒業したのが2011年かに卒業したんですけど、うん、その時にちょっとやっぱり高校の時に学んだ英語を、まあ、無駄にしたくないというのもありましたし、うん、そもそもやっぱり海外に興味があったので留学したいと思って、そこで
アメリカ国内の中で何校か受けた学校の中で、うん、あのノースイスタン大学という大学があるんですけど、そこにあの無事合格することができて、1年生から入学ということに、うん、はい、なりました。高専を卒業されたけど、また大学は1年生からやり直しと。あ、そうなんです。まあ、高専ではも、うん、あのそうですね、やっぱり工業を専門に、僕はプログラミングとか、その、うん、あの情報工学を、はい、あの専門に勉強していたんですけど、うん、大学ではあのそうですね、ちょっと別の方向に目を向けて、はいはい、国際情勢学科、あのインターナショナルアフェアーズを勉強していました。はい、そうですか。で、まあ、そのままボストンでね、お仕事をされていらっしゃって、それから金沢に戻られたんですよね。そうです、はい、はい、金沢では何をしてるんですか現在はですね、金沢では、今こういうふうにあのホームステイの、そのプログラムの斡旋だったりとか、まあ、お世話っていう、うん、あの仕事を、金沢でもあのやっています。日本国内からもサポートしたりとか。で、あ、なるほど。こういう、やっぱりその一グループにつき何十人もいるので、準備期間っていうのが結構 2,3 ヶ月かかるんですよね。なので、うん、あのボストンにいる間はあのその忙しい時期なので、例えば今月だったら3月のプログラムの準備っていうのはもうあの11月12月、去年の11月12月頃から始まるので、はい、こう日本に帰って、ただ今度9月からは夏のプログラムの準備が始まってというようなことを、だからそういう仕事をしたりとか、はい、それでもやっぱりちょっとこう落ち着くシーズンがあるので、そういう時には英語レッスンをたくさんあの開催していたりとか、はい、英語のレッスンを開催されてるんですね。そうなんです、はい、個人でもやってますし、グループでも、はい、あのまあ、グループでやる場合は金沢 の、 あの、知り合いがいまして、あの、はいはい、その知り合いのお店を借りてやっています。あ、そうなんですね。そうなんです。で、実はそこであの恵子さんとお会いしたのもね、そこの知り合いの、はい、お店なんですけども。そうなんですね。あそこでレッスンされてらっしゃるんですね、はい、じゃあちょっとね、あのその辺もお聞きっていうか、お話ししていこうかなと思いますけど、あの、ゲンさんと私は、まあ、どうやって出会ったんでしょうねっていうところで、私はね、ドイツなんですけど、ゲンさんはボストンなので、全然方向違うんですけど、日本から見るとね。なんかここがね、ちょっと、あの、まあ、お互いにちょっとお互いの見方を話してもいいかなと思いますけど、ゲンさんと私の出会いについてちょっと話してもらってもいいですか。はい。はい、金沢の、そうですね、まあ、金沢にあのおざ、そうなんです、今あの画面に出てるようにお座敷バー&甘味処かごっていうお店がありまして、ちょうどその大学生活が終わって、まあ、ボストンの生活、7年間住んだボストンの生活が終わって、日本にあの、まあ、帰って拠点を金沢に移そうと思って、2018年ですね、帰ってきた時に、まあ中学生の時から、まあ、仲がいい友達に、あの、じゃあちょっと帰ってきたし、せっかくだから飲みに行こうって言って、あの、誘われたんですね、飲みに。で、そこで、今、その、お座敷バーカゴというところに、まあ、一緒に行って、友達の紹介というか、友達がいいバーがあるから一緒に行こうと言って、で、そこで、会ったマスターの方、純平さんという方なんですけど、その方とすごく、まあ、なんか、なんて言うんですか、まあ、楽しく、お酒を飲んで、はい、意気投合して、そこからずっとこう知り合いでね、いろんな、なんて言うんでしょうかね、まあ、お店にももちろん行きますし、はい、飲みにも行きますし、そのお店の、まあ、ちょっとこう手伝えるようなこと、本当に自分の英語を使って手伝えるようなことを、メニューを英語にしてあげたりとか、そういう翻訳をしたりとかをしてたんです。で、つい最近でしたよね、1月でしたっけ、はい、そうですね、2月ですかね、2月14日ですよ。あ、そうでしたっけ、はい、そう、2月14日、バレンタインデーの日だった。そうですね。そうで、2月14日でしたかの、はい、その日、ちょうどそのマスターの純平さんという方と、まあ、僕はちょっとミーティング、打ち合わせがあったので、たまたまお店にいたんです。はい、で、その時に、他にもお客さんがこうわーっている中で、ちょうどバーカウンターがね、自分の横が
まあ、自分がこうパソコン広げてこうバーなのにパソコン広げてこうパタパタやってるので多分お客さんがいなかったんだと思うんですけど、そこでこうちょうど恵子さんがお店に普通にお客さんとして来られて、いらっしゃって、でたまたま自分の隣がバーって空いていたのでそちらに座って、はいはい、でそこで、最初は結構自分はなんて言うんですかね、ちょっと内気な部分もあるので、あまりバーだからといって隣に座ったからといってあまり話してなかったんですけど、うん、マスターの純平さんがつないでくれて、うん、はい、最初そうなんですよ、恵子さんと純平さんでお話しされてたんですよね。そうですね、そう、それでドイツ在住なんですという話がちょっとちらっと聞こえて、もうその時におって興味があったんですけど、うん、あれとか思って、で耳を傾けていると、結構その海外で海外というかそのドイツでいろんなお仕事をされててということが話があった時に純平さんが話を振ってくれて、あ、はい、そういえばここに座ってるこの人も僕ですよね、この人もボストンで仕事をしてたりとか英語使って仕事してたりしてますよっていうことを、ね、うんうん、話し始めたという感じですよね、うん、はい、なんかそんな感じでしたよね、はい、なんか私が日その金沢に行ったのがそもそもまあ、ちょっといろんなお仕事の案件と、それから私大学が金沢だったので、その大学時代の恩師に会うっていうのが目的で、14日の日に、2月14日の日に金沢に行きましたね。今は、私はドイツに住んでますけど、2月は3週間ぐらい帰国していたので、で、その時にその地元の PR 案件をたくさんちょっとやらせていただきたいなって思っていたので、その金沢の、グルメとか、そういったところの取材で、伺っていてですね、うん、で、お座敷は、に、伺ったのって、深夜ね、10時半とかだったんですよね。そうでしたね、そのぐらいでした、ね。で、深夜に、伺って、スイーツを食べるっていう、その、PR 案件で、実は伺いまして、で、抹茶スイーツをね、純平さんに作っていただいて、うん、で、お茶も、加賀棒茶ね、入れていただいて、うん、で、それで、まあ、どこに座りますかって言われて、まあ、一人だからやっぱりそのテーブル席よりかはカウンターだろうなと思って、純平さんともお話ししながらね、食べたいなって思ったのでカウンターに座らせていただきまして、で最初その源さんがその多分離席されてて、うん、パソコンが置いてあったので、あ、なんか仕事中なのかなと思ってちょっと端っこに座ったんですね、私離れてねでそれで純平さんとお話ししてたら、今そこね、そこに座ってる人、日本人に見えないけど、日本人で日本語で大丈夫だから話してみてみたいな感じだった。でそれで、でなんか、そうだそうだ、それで私が純平さんに、私ドイツに実は住んでて、でいつも旅の発信とか街歩きガイドをしててっていう話をしてたら、あそこにいる人はね、ボストンだよって、多分同じようなことしてるから話してみたらって、それで日本語で大丈夫だからって言われたんいつもいじられてますね、それで。はい、そうそうそう、まあね、見かけはどうのっていうのはあれなんですけど、で、まあそれでね、純平さんがつないでもくれて、そうです。で、それでお話しするに至ったんですね。で、たまたま私が行った時、他にお客さんいらっしゃらなくって、で、まあ話しやすい環境だったっていうのもあるんですけど、なんかその、なんていうんですかね、ちょっと人がつながる場所っていうのもね、ちょっとあるかなって思って、ちょっとコメントもいただいてますけど、本当ね、出会いって本当面白いんですよ。そうです、本当に面白くて。うん、そう、で普通だって、なんていうんですか、日本だとバレンタインデーで、しかも女子一人で夜の10時半にスイーツ食べに行かないんですよ、普通。なんかこういろんなことがこうすごくいい具合にちょうど重なって、金沢にそう、ちょうどそういう夜にも夜、そうです、本当9時10時もう11時過ぎてもう閉店までずっとスイーツを出してるお店があるっていうこともありますし、その日たまたまなかなかその純平さんと自分も打ち合わせができなくって、うん、タイミングが合わなくって、たまたまその日バレンタインデーなのにっていうことで純平さんともちょっとジョーク言ってたんですよね、バレンタインなのになんかその予定ないのとか言われてて、
でもたまたまその日しか空いてなかったので、その日にあの自分もあのカゴに打ち合わせに行ったりとかっていうこともあって、うん、本当たまたまですよね。だってゲンさんだってボストンに行ってたら会えなかったわけだし。そうですね、あの本当に私もたまたまドイツから帰ってきてるわけでしょ。そう、2週間ぐらいずれてたら、あの自分もあのボストン、あ、今回のその出張では、まあ、出張というか今回の滞在は2月29日からなので、うん、2週間ぐらいずれてたら、うん、もうあの旅立っちゃってたので。そうですよね。そうですね。しかもね、本当になんか美味しいスイーツで、私なんか朝スイーツよりかは夜スイーツの方が好きなんですよ。あ、そうなんですね。うん、であのお座敷かごはあのお昼ぐらいから営業されてると思うんですけど、お昼から深夜までみたいな感じだと思うんですけど、でもちょっと昼間別の仕事とかポイントがあったので、まあ、夜ね、どうせ金沢に泊まるんだから、でも泊まるのが一人だったんで、しかもあのカプセルホテルみたいなとこ泊まってたんですね。ああ、そう。だから、うん、暇なので、でそれであの夜にたまたまね、そのあの夜いただけるスイーツがあるということで伺ったんですけど、あの今ちょっと出てるのが、私がそのお座敷かご の, あのスイーツの写真を撮ってアップしたあのアドレスなので、よかったら皆さん見てください。そう、でそんな感じで、お話しして、しかもなんかその私次の日むっちゃ早かったんですね。っていうのはなんか私あの旅先、まあ、金沢が旅先かっていうと、もう私にとってね、まあ、もう住んでないし旅先なんですけど、あの旅先でやっぱ朝ジョギングするのすごい好きなんですよ。うーん、で朝早く起きてジョギングして、でそれでお家にあの実家が富山県高岡市なんで、隣の高岡市に40分ぐらいかけて、まあ、帰って、でそこでまたね家族とちょっと予定があったんで早く帰らなきゃいけなかったんですけど、結局なんかしかも私ゲンさんと純平さんが打ち合わせなのに、打ち合わせの邪魔してむちゃくちゃ割り込んでいやいやいや、そこはもう全然あの大体の話はもう終わってて、でうん、これからじゃあその次何話そうかみたいな、何か話すことあったっけ、うん、っていう話をしてたんですけど、あ、そうなんですね。そう、恵子さんがその翌日すごく朝が早かったっていうのもこの後日あの聞いて、あの日多分1時12時半か1時ぐらいまでこう、そうそう、私だってカプセルホテルに帰ったの夜2時でしたもんすごいもうあの盛り上がっちゃって、いろんな話で、そう、うん、ドイツの話だったり、歩いて帰ったし、アメリカの話だったり、あそこの、長町のね、金沢の、あの、武家屋敷、はい。武家屋敷の方を通って、ずっと、あの、観光地を、深夜の観光地を通って、はい、駅前のカプセルまで帰ったんですけど。結構意外と遠くて、しかも私、あの日ヒールを履いてたから、あの、結構大変だったんですよ、歩くの。そうなんです。はい。そう、でもまあそんな感じ、でも それまでそこまで時間を忘れても話せるぐらいね、なんか初対面なのにね。そうですね。そう、で、そんなね、私のお話に付き合ってくださったゲンさんとも、なんか、ね、今後なんか一緒にできればなと思ってっていうのもありますし、そのお座敷は甘味どころかごって、なんかそういう、なんか面白い人がつながる場所だなって思ったの。そうですね。はい。なんていうか、そのお店にいたらこう面白い出会いがあるというか、うん、他のお客さんとではなくても、もうそれこそ純平さんだったりとか、他のスタッフの方だったりとか、もうすごくなんかもう気さくにもう話して、そこでこうつながりが生まれるっていうのが、いいなと、いいお店だなって、うん、本当にね、うん、なんか本当にもう何のためらいもなくそこにいるゲンさんっていう人とつながってたらいいと思うよみたいな感じでつなげてくれたし、うん、そうです、で聞いてみたらなんか、はい、ボストン面白そうみたいな、はい、同じことやってるかもしれないよみたいな、ね、まあ私はあの、ね、ホームステイの手配はしてませんけども、うん、でも結構そのやっぱりあのお互いにあのなんていうんですかね、個人で、うん、やってるっていう部分だったりとか、うん、その、まあ、海外にいてっていう部分で、あのはい、あの僕自身は海外在住ではないので、日本に住んでいて、うん、あのこう1年に数回、あの、まあ、長期といえば長期ですよね、1ヶ月単位、うん、まあ、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいあ の期間をこうやって滞在しているので、うん、ちょっとその辺もやっぱりすごく、うん、もっと話をちょっと聞きたいなというふうに思って、もうどんどんもう話が3時間ぐらい話し込んじゃって、そうですよね、うん、しかもその日だけじゃ足らなくて、その3日後にまたね、あのそうなんです、クラフトビールバーで、
また形になって、はい、そうなんです。しかもね、恵子さんその時あれ幼なじみではなく高校、そうそう、中学校の、ね、同級生、そう、同級生の方と一緒に飲みに行くっていうことを聞いて、で、わかんないです、もしかしたら社交辞令とかねだったかもしれないんですけど、一緒にどうですかって言われた話にもうぜひって言って高岡に行って、でもね、いや、基本的に私社交辞令言わないので、もうなんかもう気さくに誘っていただいたので、でね、もうちょっとお話ししようと思って、もうしたいなと思っても、うん、はい、でね、金沢で会った時は恵子さんが金沢に来てくださってたので、じゃあもう次は自分が高岡にって言って、はい、そうね、夜高岡まで来ていただいて本当ね、ありがとうございました。いや、もうなんか高岡もすごい駅前がすごく綺麗になってびっくりしちゃいました、うん、高岡ですか。あ、そこもね、綺麗になりましたもんね、なんかね、そうですか、ね、はい、もうちょっとボストンの生活について聞いていこうかなと思います、うん、はい、ボストンの好きなところ教えてください、はい、好きなところ、これはもう、もう本当に話し出すとキリがないかもしれないので、ちょっとなるべく、うん、ね、要点をつまんで話したいんですけど、まずは本当に、大学生時代は本当にやっぱり他の大学生が多いというところがすごくやっぱ過ごしやすかったなというふうに思いますね。で、大学生同士の、他の大学の大学生とのつながりだったりとか、なんていうか、その町自体がすごく大きいので、大学も自然に多いっていうわけではなくって、ボストン市でいうと、大体人口って本当70万人ぐらいしかいなくて、で、そう考えると、もう何十こうっていう、大学だったり短大だったり、そういう大学を含めて学生がやっぱすごく多くて、なので、なんていうんですかね、その学生の街で学生がこういろんなやっぱりイベントを企画してたり、学生向けにいろんなイベントがあったりとか、なので大学生としてすごくやっぱりいろんな機会を得られたところがすごくやっぱり大学生活中はもう本当にありがたかったなというふうに思っていますね。うん、で、あとはやっぱり、そうですね、アメリカといっても本当にいろんな街があるので、その街によって全然雰囲気が違いますし、はい、例えばですけど、こう西海岸のような、勝手なイメージです。僕住んだことがないので、ロサンゼルスとか、サンフランシスコとか、もうそれこそサンディエゴとか、あっちの方は住んだことがないんですけど、なんて言うんでしょうかね。こう、すごくおおらかな人が多くて、なんて言うんですかね。こう、みんな、ボストンの人も優しいんですけど、優しくて、こう、一年中、なんていうかタンクトップで過ごせるとか T シャツで過ごせるみたいな、そういう雰囲気のところでもいいかなと思ったんですけど、結構やっぱりボストンの人っていうのも、なんていうんですかね、掘り下げていくとすごく優しい人っていうか、そういう人がやっぱ多い。最初はこうちょっときついように思えたりとかっていう印象があるんですけど、仲良くなるにつれてすごくもういい人でっていう、なんて言うんですかね、そういうところも自分も最初からこうフレンドリーに話しかけられるような性格ではないので、なんかそこでこう同じ波長でこうどんどん仲良くなっていける人が多かったっていうのが、結構そうですね、人もすごく、ボストンの人もすごく好きですし、はい、で少し前にさっき初めてボストンに来たのが2006年でっていう話をしたんですけど、やっぱり美術館だったりとか、そういう芸術文化で歴史、そういうところで、見に行ける楽しいところが多い、うん、ボストン現代美術館もそうですし、 MFA ですよね、はい、もありますし、日本の歴史の授業では有名なお茶会事件のボストンティーパーティーのミュージアムもありますし、そういう文化施設が多いっていうのも、すごくいいかなと、いい街だなっていうふうに、はい、毎回こっちに戻ってくると思います。はい、そうなんですね。私はもう本当ボストンって行ったこともないし、
アメリカもあまりね、行ったことがなくて、あのニューヨークとあのシャーロットっていうサウスキャロライナのところと、てかテキサスの空港ぐらいしか、ダラスの空港と、あとは、そうですね、でもそんな感じかな。そのぐらいしか行ったことがなくって、だから全然なんかイメージもね、なかったんですけど、ボストンも本当魅力的な街みたいですね。魅力はもう詰まってますね、本当に。うん、あの、うん、あの、まあ、アメリカ国内でも有数の観光地ですし、やっぱり。そうなんですか？そうなんです。あの、アメリカ国内で、あの、観光に来る人っていうのも多くて、うん、あとあの、まあ、これは季節限定なんですけど、やっぱ10月ですかね、11月の初めとか、あの、うん、ボストンの紅葉っていうのがすごく綺麗なんです。まあ、これはボストンだけじゃなくて、ニューイングランド地方全体なんですけど、はい、あの、あれですね、あの、カエデ、アメリカカエデとか、うんうん、あの辺のもう木がすごく綺麗で、あ、木というか、もうその景色が、もう街全体がもうオレンジ色になってっていう、うん、すごくそういうところも綺麗ですね。いいですね。はい、私、なんかそのカナダのなんかインディアンなんとかみたいな、あれ、何でしたっけ？何でしたっけ？カナダってこういう有名じゃないですか。有名ですね。うん。はい。それで私はそれでカナダに行きたいなっていう憧れがずっとね、あるんですけど、あのボストンも良さそうですね。そういう。ボストンも本当にニューイングランド地方は、あの、ね、そうですね。まあ、地理的にもカナダに結構近いですし、うんうん、ボストンから本当にモントリオールまで車で5、6時間ぐらいとかですかね。じゃあ滞在されてる間に結構カナダに遊びに行ったりとかするんですか？しました。そうですね。まあ、カナダ、モントリオールとかにも行きましたし、あとニューヨークも車で4時間ぐらい。うん、近いんですね、意外とね。そうです。はい。じゃあ面白そうですね。ちょっと私もゲンさんが、ボストンにいらっしゃる間に押しかけようかな、そのうち。はい。ボストンからだと結構近いんですよ。時々、あの、あれもあるし、あの、ダイレクトフライトもあるんですよ。ありますね。あの、ドイツからだと、うん、ミュンヘンとフランクフルト便があります。うん、そう。はい。だから結構フライト時間も多分6時間か7時間ぐらい。だから、日本に帰るより全然近いはずなんですね、ボストンで。日本に帰るよりかは全然、はい。うん、近いです。そうそう、なのでちょっとそのうち遊びに行こうかと思うんで、引き続きボストンの仕事していただけると嬉しいです。はい、また7月8月1ヶ月半ほどボストンにいますので、うん、あ、夏か、私できれば冬に、あ、冬とかその秋、その紅葉の時に行きたい。その時はもう本当綺麗ですね、うん、夏のボストンも全然気温は25度ぐらいまでしか上がらなくて、実はすごく快適なんですよね、うん、ああ、快適そう、うん、でもドイツの夏も快適ですよ。いいですね。そのぐらい、あとやっぱりね、うん、そのガイドの仕事してると、夏はやっぱりね、皆さんたくさんの方いらっしゃるので、私がいないと稽古どこってなんで、秋くらいそう、いろんなところにね、やっぱ行くので思ったりして、はい。じゃあ今、金沢なんですけど、あ、というかなんかもう、なんか全然すごい脱線したので、用意してた質問の半分も終わってないけど、もう30分経っちゃった。あ、すいません、大丈夫です。ごめんなさい、ちょっとずっと話して。私は大丈夫なんですけど、はい、あの、ゲンさんは大丈夫だったら、ちょっと引き続き聞いてもいいですか。あ、はい、もうぜひ、はい。で、金沢の好きなところ、もうこれは、うん、生まれ育った町なので、もう、全部ですかね、本当に、金沢、そう。で、ボストンとの共通点というか、ここで通じてる部分で、やっぱり、しばらくボストンで生活した後で金沢に戻って、あ、やっぱりいいなっていうふうに思う部分もあったんですけど、うん、そう、さっき言ってたみたいな、その文化、芸術、文化施設が多い、美術館も多いですし、最近だとやっぱり、現代美術の、街として結構金沢が、売り出している部分もあって、うん、で、そういうところで、新しい施設があると、やっぱり市民でも、金沢市民でもやっぱり行ってみたくなるんですよね。なので、うん、そういうところにこう行ってみて、そこで少し時間を過ごしたりという。ようなこともしますし、はい、うん、そういうところがやっぱり好きですね。そういったその美術館とか現代美術館とかっていう意味では、やっぱりそのボストンとちょっと先ほど伺ったお話からすると共通点あるのかななんて思うんですけど。そうですね。
まあそうですね、はい、金沢にもやっぱりあの、まあ、21世紀美術館だったり、今あの、うん、カムっていう KAMU っていうあの金沢市内にこういろんなところにこうあのギャラリーが点在しているような、うん、そういう形の美術館があったりして、うん、で街歩きができたりとか、街の規模はもう全然違うんですけど、うんうん、金沢もやっぱりそういうあの美術だったり文化施設が多いっていうことと、まあ一応大学生というか学生も多い町、ね、そうですよね、うん、はい、なので、はい、そうですね、あのあとはもうなんていうかもうすっかり観光地化してしちゃって金沢もそうですね、はい、観光客がもったいないなって思うようなこともあるんですよ、時々その金沢の観光地化についてね、まあ、ちょっと名前触れるのはちょっとあれなんですけど、うん、ところもまああるんですけど、うん、それでもやっぱり、うん、あのなんていうんですかね、そういうところにこう行ってみたりとか、うんうん、観光客向けではないんですけど、やっぱり街全体がすごくあの整備されていて綺麗でっていうところも、うん、ボストンと似ているのかなと思いますね。そうですね。でボストンには、うん、あの大道大市場みたいな魚市場あるんですか？魚市場はないです。市場はありますね。そういうファーマーズマーケットというか、うんうん、あのね、ドイツにもすごくたくさんそういうところがあると思うので、うん、あの似たようなところはあったり、屋内とか屋外で、うん、あのそうあの野菜だったり地元のものを買えたり、そういうところもあったりするんですけど、うん、魚介類、まああまりないですね。日本みたいにそういう魚市場、うん、魚が売っているとか、そういうところはあまりないかな。スーパーだったりとか、そういうところに行かないと、魚、まあ、ボストンだとロブスター有名なんですけど、ロブスター、買えないかなと思いますね、その市場では。そうですか。じゃあちょっとお魚なくて寂しい感じですか？お魚は、もう日本に、あと2週間くらいに日本に戻るんですけど、うん、あのいっぱい美味しいお魚を食べようと思ってます。そうですよね。はい、なるほど。で、ボストンではなんかどんな食生活ですか？ボストンでは、あのこれも滞在期間によって変わるんですけど、あ、滞在期間というか滞在時期によっても変わるんですけど、うん、今その、あの、まあ、そうですね、ボストンでは、まあ、自炊をしてたりとか、もう本当に、まあ、ここのスーパーで買えるもの、本当お肉を買って、うん、まあ、卵ベーコンを買ってパンを買って、でいろんな野菜を買ってスープを作ったりとか、あとはもうパスタ自分で作ったりとか、あのいろんな種類のそういう風な食生活ですね、うん、で、あの外食することは少ないです。で、うん、今やっぱりレストランがちょっと物価高で高いのであの、うん、あのまあ友達だったり知り合いだったり、あの仕事の関係であの外食レストランに食べに行くときには食べに行きますけど、うん、そうですね、やっぱりあの、まあ、イタリアンだったり、あの、まあ、そうですね、あのアメリカではやっぱりその中華だったり、その他の国の文化の、あの食べ物、あのなんて言うんでしょう、中東系だったりとか、そのもうそれこそトルコ料理とか、そういうお店も本当にボストンはたくさんあるので、うんうん、はい、移民の街っていうのもやっぱりボストンの特色の一つかなと。で、そういうところで、あのスーパーに行ってもいろんな食材が売っていて、あの日本食に困ることも正直ないんです。あのなので、そうなんです、食べたければ本当にあの日本のスーパーっていうのもあるので、うん、あの日本の食材とかあのがあるスーパーに行って、はい、うん、納豆とかも全然売ってるんですよ。はい、で好きなのでたまに買って食べてるんですけど、うん、あの滞在してる時に他の人も一緒に滞在してると、あの、ね、納豆の匂い多分きついので自分一人で滞在してる時にこっそり食べてますけど、はい、うん、はい、そうですか。じゃ結構あれですね、バリエーション豊かな食生活が送れるというところで。そうですね、もう本当いろんなものが手に入りますし、うん、でそうですね、自炊できるときにはあの自分が、まあ、簡単に作れるものだったりとか、時間があれば、うん、あの作ったことがない、例えばなんかベトナム料理と か、うん、なんかそういうものをクックパッドとか見ながらなるほど、うん、うん、楽しそうですね、なんかそうですね、もう食に関しては全然、うん、あの困ることはないです、うん、そうですか。
でもなんかボストンのなんかこれだけは食べておきたいみたいなのはありますか？ボストンに来たら食べておきたいもの、そうですね、ロブスターはさっき言ったあのね、少しあの話に出したロブスターもあるんですけど、そうですね、やっぱりちょっとまあ観光客向けかなっていうものもあるんですけど、僕自身クラムチャウダーが大好きで、ああいうこう濃厚な、ですごく美味しいんです。でボストンの、あのクインシーマーケットっていう、あの、まあ、ちょっとこうショッピングエリアがあって、すごく街から街ダウンタウンからのすぐ隣にあるんですけど、そこにあるクラムチャウダー屋さんはおすすめですね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、これからでもアサリの季節だからクラムチャウダー本当美味しそうですね。美味しいんですよ、はい、ね、春といえばアサリじゃないですか、なんかで、あのボストンのこれぐらいの、あの350か400ミリぐらいの缶で売ってるあのクラムチャウダーがあって、あの それはもちろんその缶を開けてお鍋に入れて温めて食べるんですけど、お土産に買っていったりしてます、いつも。いいですね、お土産に良さそう、美味しそうですね、はい。スーツケースすごい重たくなっちゃいますけど。ですね。行きたいです。そうですか。まあ、ちょっとこれまで、なんか本当いろんなボストンの話伺ってきたんですけど、なんかその、なんかすごい長話した一つのきっかけが、そのゲイさんがボストンだけじゃなくて、すごい世界中あちこち行ってらっしゃるっていうところもあって、なんかそういう話も聞いてたと思うんですけど、ボストン以外の旅の、はい、お話もちょっと伺いたい。はい、そうですね、まあ、時間もあれなのでなるべく長くならないように、もし長くなりそうだったらちょっと恵子さんもあのストップって言っていただいて、はい、はい、あの大学生時代に、まあ、初めての海外の経験っていうのがその、バーモント州に行ってセントマイケルズ大学で、まあ、1ヶ月 の、まあ、ここの経歴には書いてないんですけど、あのそうですね、でそこからやっぱりこう海外に行きたいっていう、行っていろんなところを見たいっていうことで、大学生時代にあの大学からまたさらにアメリカにあるそのノースイースタン大学からさらにあの、夏の期間1ヶ月か1ヶ月半ぐらいを使って研修に行くというプログラムがあって、あの2回スペインとあとそのバルカン地方 の、あのボスニア・ヘルツェゴビナとあとセルビアに、あのそうですね、まあ、いろんなこうことを勉強しに、あの国際情勢科だったので、やっぱりそういう関連 の、あのプログラムがいくつも組まれていて、それに参加して、そうですね、もうあとはあの友達と一緒にあの2週間ほど南アメリカに行ってペルーだったりとかコロンビアに行ったり、あとあの少しここにちょっと買わせてもらったんですけど、あの1ヶ月 半じゃないですか、5週間かな、5週間のあの一人旅行にバックパッカーではないんですけどスーツケース引いてたのでバックパッカーって言えるか分かんないんですけど、あの東ヨーロッパの国を中心にあのいろいろ回りましたね。バルカン地方、やっぱりそのなんていうんですかね、今まで本当にテレビでもそこまで見ることがなかった地域に行って、こうそうですね、まあ、いろんな人に出会ったりとか、あのいろんな街を歩いてみたりとか、はい、あのそういうことをしましたね。でその時にはイタリアに到着した後、あのしばらく友達と一緒にあの5日間ぐらいですかね、イタリアで、まあ、もう本当にザ観光のような観光をしてピザを食べに行ってっていうしたんですけど、いいですね、その後にあのクロアチア の、あのドゥブロブニクっていうすごく綺麗な港町があって、あのそうなんです、まあ一説によると、これちょっと合ってるかどうか分かんないんですけど、あの魔女の宅急便の、あのモデルの町になったっていうすごく綺麗な町があって、そうですね、そう言いますよね、魔女の宅急便のモデルって、アドリア海の真珠でしたっけ、なんかそんな、あれ別名があるんですよね。そうです、そうです。で、あの、そこから、まあ、スタートして、あの、モンテネグロに行ったり、あと、あの、ちょっとチェコの方で、あの、プラハで、あの、まあ、しばらくというか、4日間くらいかな、あの、過ごして、はい。で、あの、まあ、その時にはもうフリーランスの、あの、個人事業の仕事が始まっていたので、あの、もう本当に、あの、そうですね、あの
まあ、半分仕事、半分、旅、旅行、自由な時間っていう風な感じで、うん、そうですね、旅行をして、で、ホームステイの仕事をしている、その会社の、まあ、なんて言うんでしょう、その代表の方がいらっしゃって、その方の、うん、が女性の方で、旦那さんがトルコの方で、夏の期間はその方がトルコの方にボドルムっていう町があるんですけど、港町に観光ボートのビジネスがあるんですね、はい、うん、でそのビジネスを、まあ、しに行くために4ヶ月くらい夏の間暑い夏長いんですね4ヶ月まあトルコはそうずっともう羨ましい限りです6、7、8、9くらいずっと暑くて、うん、でその期間ずっとその方がねボドルムという町に滞在しているので、ちょっとそうなんです、その観光ボートに一応乗りに行ったりとか、面白そう。トルコ語はもう全くゼロなので、であまりトルコってその場所によってもなんですけど英語がそこまで通じないんですよね。なのでちょっと、はい、ね、やっぱり現地の言葉を話せる人がいるといいなと思って、そこで2週間半ぐらいですかね、うんうん、過ごして、はい、なの で、うん、いろんなところをこう点々としながら、もういろんなものを見て、で、うん、そうですね、もうできる、そうです、まあ、これからなんていうか、まだ年齢的にはあれなんですけど、ね、やっぱりいろんなまあ事情でちょっと、ね、旅行がしづらくなったりとか、うんうん、あるじゃないですか、まあ、体力面もそうですし、はい、うん、なので、できる間にちょっといろんなところに行こうと思っています。ね、はい、そうですよね。なんかその2019年7月から8月に5週間旅を、まあ、バックワックパッカーじゃないけど、うんうん、旅をされたっていうところもなんかちょっと私は源さんとの縁を感じてて、うんうん、私はその丸2年後の2021年の7月から8月にかけて同じ5週間、私は本当にバックパックですけど、バックパックで旅をしたんですね。そう、だからなんか時期もね同じだし、うん、期間もやっぱ5週間ぐらい行くとなんかた、ね、なんか いろんなことできるじゃないですか。いや、そうです、そうです、本当に一つの町に、うん、しばらく滞在したりとかで、そうですね、もうその国なんていうんですかね、結構その電車だったり飛行機だったり、うん、チケットがすごく買いやすかった記憶があって、うん、うん、で値段も割と抑え、まあ、控えめで、うん、なので結構その予定を組まずに、うん、トルコに行った時にはそのやっぱりお世話になった方がいたので、うん、その方のまあ予定のためにもその予定はしっかり組んでいったんですけど、自分一人のその期間の時には、うん、もうちょっと次はこの町に行ってみようかなとか、あとその観光地に行くとその観光地初のツアーとかがあったりとかして、うんうん、あ、そうですよね、うん、で、そうなんです。でチェコのプラハに、まあ、4日間滞在していた時に電車に乗って少しこうドイツの方にも行ってみようかなって考えてたんですけど、そう結局そうプラハがやっぱりすごくもう見るものが多くて、うん、すごく綺麗な街だったので、もうゆっくりプラハに滞在しちゃったのでドイツには行かなかったんですプラハまで来ておきながらドイツに寄ってもらえなかったというそうなんです。ね、次回はぜひドイツにも来てほしいなとまだ一回も行ったことがないので、うん、まあ、近いですからね、さっきも話しましたけど直行便もあるし、そうです、日本に帰るよりボストンからドイツに飛んだ方がね、そうなんです、はい、で、うん、出張にそのボストンに仕事に来る際にも太平洋経由でこう一気に北米まで飛んでしまうこともできるんですけど、うん、結構そのヨーロッパ経由だったりとかそういう便も多くて、それこそ東京からドイツ乗りでどこかの空港で乗り継ぎっていう便もあるので、うんうん、次回かな、次回はそういうふうにしてもいいかなとかも、ね、いや、ぜひぜひ、うん、ドイツ経由でしばらくね2週間ぐらいドイツに行ってもらって、はい、もうたっぷり帰りに寄ってもらってもいいしね。そうなんですよ、うんうん、本当に、はい、そうですか。じゃあちょっとまあいろいろお話伺ってきたので時間もだいぶ押してきたんですけど、
じゃあ今年はボストン以外どこに来たの？ドイツの他に行きたいとこ多分あると思うんですけど。今年はですね、まあ、夏にそのボストンの、また滞在が決まっているので、それ以外っていうと、実は今までこうヨーロッパだったりとか、まあ、アメリカにいる間にヨーロッパにも行きましたし、ヨーロッパの方にも、あとその南米の地域に、大学で南米地域の文化だったり、まあ、経済歴史だったり、そういうことを、まあ、専門に勉強していたこともあるので、そういう地域には行ったことがあるんですけど、はい、アジア の、うん、東アジアの地域、中国だったり、まあ、台湾だったり、韓国は一回行ったんですけどね、そういう地域にはあまり行けてなくて、東南アジアも含めて、なので、まずはちょっと台湾に行ってみたいんです、実は。はい、台湾ですね、なるほど、はい、良さそうですね。私も台湾はまた空港しか行ったことないっていうね乗り継ぎですか？乗り継ぎで、でもすごい時間たくさんあったので、台湾のインチョン空港の中、インチョン空港の韓国、台湾の台北で、すごい空港内はかなり行きましたよ空港から そんなに行くところもないんだけど、でも台湾の空港で食べたラーメンすごい美味しかった。そう、本当にもうグルメツアーになると思います。僕がもう台湾に行くと本当にずっと食べてると思います。そうですよね、美味しそう本当さて、じゃああとはですね、ちょっと今年の目標みたいのがあれば伺いたいです。はい、今年はですね、まあ、ホームステイで今日本側からの、まあ、斡旋だったりとかをしているんですけど、やっぱりそのこれから今後ホームステイを考えている方だったり、そうですね、もう本当高校生大学生でも、まあ、ホームステイをする機会があったけど、ちょっとこう一歩が踏み出せなくってとか、そういう話もやっぱりすごくたくさん聞いて、で学校単位、高校単位とか、その一校のその単位で来る場合っていうのは、まあ、学校からのそのサポートがあったりがあるので来やすいと思うんですけど、やっぱり個人でこれから行ってみたいなとか、もうそもそもそのアメリカでホームステイをしたりとか、ボストンに来たいけど一歩が踏み出せないっていうところで、まあ、やっぱり足踏みしちゃっている方多いと思うので、まあ、海外に行くということも含めて、そういうこともサポートできるような、そういう仕事もしていきたいなと思ってます。で、はい、セミナーだったりとか、その個人での、そのアドバイスだったりとかっていうことをやっていきたいな、もしその個人の方でご興味ある方いらっしゃれば、こちらのインスタグラムにご連絡すれば大丈夫ですか？はい、ぜひご連絡ください。はい。ぜひ、ちょっと私も英語でバスガイドをする仕事が夏の間やっぱりあるので、ちょっと英語を現在習いたいなとか、ちょっといろいろ思っちゃうんですけど、ご連絡くださいぜひ、ね、はい、それでちょっとボストンで実地をやりに行かなきゃ本当ゲンさんのインスタグラムはイングリッシュコアーズと、もう一つゲン上田720と、はい、この2つありますけど、お仕事の話はこっちの方がいいんですね。イングリッシュコアーズの方で、はい、イングリッシュコアーズの方で皆さんフォローと、はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします。はい、はい、ご興味がありましたらぜひよろしくお願いします。はい、あとちょっと最後の質問として、ちょっとそのプロフィールに私何も上田源って書いたけど、ここ何も肩書き書かなかったんですけど、源、さんは今の自分に肩書きをつけると何だと思いますか？肩書き、これはそうなんです。ちょっとね、以前恵子さんとお話しさせていただいてた時に、どう思いますって聞かれて、ちょっと考えてはいたんですけど、まあ個人事業主なんでしょうかね、フリーランスというかそれ以外でもないので、もう個人で、まあ、やっぱりまあ自分が経験できたことというのをやっぱり自分の中でだけで留めておくのはすごくもったいない気もしていて、それでやっぱり、高校生だったり、まあ、英語を学びたい人とか、学びたいけどどうすればいいかわからない人とか、でもやっぱり海外に行きたいけど、もうどこから始めていいかわからないとか、そういうところもあると思うので、そうですね、そういうことをサポートできるような、
個人事業主、フリーランスとして頑張っていきたいと思います。はい。なるほど。ありがとうございます。では次回からちょっと名前の下に個人事業主ってつけときますね。まあ、上田源で大丈夫です。で私はなんか街歩きガイドとかなんか通訳、うん、そうです。まあ、肩書きがいらないっていう場合もありますからね。まあ、なんかなんていうかね、究極の肩書きはもう、なしって。まあね、まだ全然そんなところまでは来てないんですけど、うん、うん、でも頑張っていきたいですね。はい、ね、あ、今見てくださっている方が、英語のオンラインサービスされてるんですね。はい、コメントいただきました。はい、そうなんです。よかったらね、こちらのインスタグラムからご連絡して、うん、あ、質問いいでしょうか、どうぞ。はい、もちろんです。でちょっと質問書いていただいている間に、私もちょっと宣伝させていただきたいんですけど、これで、今週の日曜日ですね、3月17日日曜日なんですけど、22時半からライブ中継ということで、イトシュタインっていうね、ドイツのすごいちっちゃな町なんですけど、すっごい綺麗な、本当人口2万人ぐらいのちっちゃな町なんですけど、イトシュタインっていうすごくね、素敵な街がありまして、そこから街歩き配信をいつものを、今回は、いつもの、いつもクローズドでズームとかでね、配信してるんですけど、ちょっと今月は趣向を変えてですね、ちょっとかなりブラブラ配信するんですけど、YouTube で配信するようになってまして、で、イトシュタインという街はですね、まあ、私も旅インフルエンサーって言って、いつも言ってるんですけど、同じ、なんか私よりも全然すごい旅インフルエンサーのブルストさんっていう方が、いらっしゃいましてですね。で、ブルストさんが、もう一押しの魅惑のイトシュタインということで、二人で一緒に配信をしようと思ってます。で、こちらの YouTube の方からね、見ていただくことができるんですけれども、イトシュタインという素敵な街の春祭りの様子を、ちょっと日本に、ドイツの春をお届けしたいなということで、春祭りの様子を日本時間の22時半から配信しますので、よかったら見てください。そして、これコメントが流れてます。はい。そして、次にですね、シュベリーン、3月28日は、私がいつも独自でやってる、これはクローズドのイベントになりますけれども、シュベリーンっていう町からですね、北のノイシュヴァンシュタイン城、ドイツといえばノイシュヴァンシュタイン城なんですけど、北のノイシュヴァンシュタイン城って言われている、シュベリーン城っていうのがありまして、そのシュベリーン城の周りと、それからシュベリーンの街並みを配信するっていう、街歩きイベントをしております。で、こちらは本当にね、いつも、なんていうんですかね、皆さんと楽しくお話ししながらね、少人数になりますので、楽しくお話ししながら、やっていく街歩きのイベントなんですけど、こちらもよかったら、この後ちょっと貼りますので、中見てみていただければなと思います。はい、それからですね、あら、固まってる。あ、大丈夫か。はい。それからですね、もう一つ。4月7日ですね、ドイツの、これもちょっとまあ、あまり知られてないんですけど、宝石のような街、ミルテンベルクってことで、このミルテンベルクって本当になんか、木組みが素晴らしいドイツだっていう感じの、街なんですけど、こちらのミルテンベルクからですね、こちらも同じく、ズームで、クローズドで配信させていただくんですけれども、これも事前お申し込み制になってますので、よかったら、ちょっと覗いてみていただければと思います。本当にね、もうザ・ドイツみたいな感じの、街並みが見れますので、これも楽しみにしててください。と、あともう一つ、ちょっと簡単に宣伝なんですけど、さっきちょっと5週間のバックパック旅のお話ししたんですけど、私のバックパック旅は、本、エッセイに2冊にまとまってまして、Amazon の、あれで、Kindle の読み放題でも、無料で読めるようになっていますし、ペーパーバッグもありますので、よかったら、検索をしてみていただければと思います。これでちょっとね、旅の魅力についての発信の一つとなってますので、よかったら見てみてください。素敵な表紙の絵ですね。はい、恵子さんが描かれたんですか？すごい素敵です。これは私が描いたんです。この左側の裏表紙。はい、そうそう、これ裏表紙はその旅をしながら、絵日記をつけてたんですけど、その絵日記の抜粋なんですね、これ。すごい。だけど、この2冊目の方はちゃんと書いていただきました。なので、想定が佐々木修和さんって書いてるんですけど、修和さんって旅仲間なんですけどね。修和さんにお願いして、私の徒歩旅のイメージで書いていただきました。さすがにこんなすごい絵は私には描けない。
いや、素敵ですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後になんかコメントをいただいているので、ウィーンとプラハ行きました。ドイツまで列車で登ってないです。行ってみたいです。あ、ぜひ、あの、いつでもご連絡いただければと思います。そう、本当ね、楽しいんですよ。Kindle でぜひ読んでいただける。本当ありがとうございます。で、ゲンさんに質問いただいててですね。はい。現在、マイクロソフトオフィス関係の YouTube 動画を作成しています。6月に本も商業出版できて、全国の書店に並ぶ予定。そこで Excel 関係の素晴らしさを自分の声で世界にお伝えしたくて、英語で YouTube 動画のコンテンツを作りたいと考えていらっしゃるということで。うん、英語は全く喋れません。無謀でしょうか？ケンさんどうでしょうか？そうですね。無謀とは言いませんけど、やっぱり、まあ、英語が、使える方で、分野にもよってなんですけど、やっぱりその工業系の翻訳をしてらっしゃる方とか、そういう方にちょっとこうサポートをお願いするということはいいと思いますね。で、僕もそうですね、やっぱりその英語によってもやっぱ医学方面だったりとか、医療関係だったり、あとは工業関係だったり、そういう翻訳をができる方、そういう特別な資格を持っている方もやっぱいまして、うん、そういう方と一緒にやっていくのがいいかなと。で、僕もサポートもちろん、もし機会があればさせて、いただくんですけど、やっぱりそうですね、なんというか、英語のレベルというわけではないんですけど、やっぱり単語の種類というのがやっぱり、うん、分野によって違うので、うん、一般的な部分というのはできるかなと思いますね。はい、そうですね。でもまずは初めて喋ってみるところからっていう感じかなと思うので、とっかかりとしてはね、はい、そうですね、話すとなると、もう本当にそういうふうにちょっとやってみたいなっていうふうに思いがあるのであれば、もう始めてみましょうということでしょうかね。うん、はい。で、まあ、なんて言うんでしょう、その YouTube のコンテンツとして、こう話して、話しながら、っていうのも、まあ、なんて言うんでしょうかね。6月からスタート。うん、そうですね。少しこう話せるっていう段階まで来るにも、やっぱりどのくらいかかるかっていうのも人によっても変わりますし、うん、とりあえずはもう始めていって、いろんなこうサポートを受けながらというのがいいかもしれません。はい。そうですよね。まあ、やっぱり、ね、うん、始めないと何も始まらないので、まず始めるところからかなって。思いますので、よかったら、サチさんかな、みゆきさんかな、サチさんかな、よかったら、ゲイさんに連絡してあげてください。ぜひ、はい。コメント欄にね、あれ貼ってますので、インスタグラム貼ってますので、ぜひ連絡してみてください。きっと、相談に乗ってくださると思います。はい。では、一応ちょっと本のやつを出しときます。はい。ということで、ちょっと30分の予定が60分超になってしまいまして、本当に。話しすぎました。でも楽しかったです。本当に、なんか、この調子で金沢で3時間話しまくった挙句、三日荻高岡でも何時間話したかって感じですね。美味しいビールも飲ませていただいてね、うん、もう本当に。ね、本当に。でも、こうやってやっぱりそのね、旅の醍醐味っていうか、そのゲンさんがボストンに旅をされてるからこそ、そして私も日本に帰って、日本にまず旅をしてね、それで金沢まで足を伸ばしたからこそ出会えた出会いなので、本当にね、面白いですよね、旅と出会いっていう感じで、またね、うん、はい、引き続き楽しい旅をしていきたいなと思いますので、皆さんの旅もぜひね、こう共有していただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで、本当に今日は皆さんご覧いただきましてどうもありがとうございました。最初の方見逃したっていう方も、アーカイブでこのまま残ってますので、ぜひ最初から見直していただければと思います。はい。最後にゲンさん、じゃあ一言何かありますか？今日はもう、ね、見に来てくださった方、本当に、ね、長い時間でしたけど、ありがとうございます。で、恵子さんがやってらっしゃる、こういう、旅の、PR 動画だったりとか、旅に関する動画、僕自身も、実はちょっと見させてね、拝見させていただいたんですけど、すごくもう内容もすごく詰まってて、もう
なんていうかドイツに行きたくなるので、ぜひ皆さんも。で、もし何かね、英語だったり、ホームステイ関係だったり、ボストンでもいいですし、何かこうサポートできることが、あれば、ぜひご連絡いただければと思います。はい。ありがとうございます。はい。では、今日はゲンさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ではまたちょっとね、この後、今後もちょっとボストンの街歩きとかね、いろいろ企画していきたいなと思ってますので、はい、続きよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。それでは見てくださった方、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。